俺たちのジャパンへようこそ。日本の伝統料理の一つともいえる寿司、日本に住んでいる方にはもちろんのこと、今では世界で愛される日本食の一つと言われています。寿司に最も大切なものといえば、握りのお米の上に乗せる新鮮な生魚、ネタではないでしょうか。日本は島国のため、新鮮な海産物が手に入りやすいのもあり、どこで食べてもお寿司が生臭いと感じることは少ないと思われます。今回は海外で寿司を食べてきた外国人カップルが初めて日本に来た時のお話です。彼女たちは日本の寿司を気に入るのでしょうか。私の名前はルーシー、アメリカ人よ。今度彼氏のマークと一緒に日本に旅行することになったの。私たちは旅行が好きで、海外のいろんな料理を食べるのがとっても大好き。食べ物って本当にその土地の文化や好みがわかるわよね。話したいことはいっぱいあるんだけど、まず日本へ行くきっかけとなった話からするわね。始まりはアメリカでカリフォルニアロールって呼ばれている、日本でいう巻き寿司かしら。生魚って生臭くてとっても食べられたものじゃないでしょ。カリフォルニアロールの中にはアボカドやエビ、サーモンのマリネが入っているのよ。だから食べやすくって、私でも食べられたわ。マークはこれは本当に日本の寿司なのかなって不思議がっていたけど、私からすればお米に海苔に醤油、日本のものじゃないのとしか思わなかったわ。マークは本物の日本の寿司を食べたいと言っていたの。でも正直、今って割と日本食ってどこでも食べられるでしょ。アメリカでもいろんなところにフランチャイズのお店も増えているし、この時の私はフランスで美味しいスイーツを食べたくて仕方なかったのよね。実は次の旅行先もフランスにこっそり決めていたし。そういえばその時私はフランスの旅行雑誌を持っていることを思い出したの。ねえマーク、次の旅行先で考えているフランスなんだけど、ヨーロッパ最大のお寿司消費国なんですって。フランス人はもうお寿司を普通に食べているのよ。ということは本場のお寿司じゃない？フランス料理も食べられるし、フランスにしましょう。マークはそれはいいねと賛成してくれて、次の旅行先はもちろんフランスになったわ。フランスについて、私たちは甘くて美味しいスイーツやガレット、フランス料理を楽しんだの。レストランでお寿司も食べられるってことで食べてみたけどびっくり。いちごとお米がクレープで包まれていて、ホイップクリームが添えてあるのよ。これはデザート？思わずマークと顔を見合わせたわ。フランスの創作寿司なんですって。フォークとナイフで食べてみたら、甘いお寿司は意外にも美味しかった。お店の人に日本の寿司を食べられるところはないかって聞いたら、教えてもらったのはなんとスーパーよ。スーパーに普通にお寿司も売ってるのには驚いたわ。あの食にこだわりのあるイメージのフランス人が食べているなら、かなり期待してもいいんじゃない？スーパーで実演販売しているのを見て、おお、これが寿司！と思ったけど、握っているのは明らかに日本人じゃない。私から見れば並んでいるお寿司は美味しそうに見えたけど、マークとしては納得がいかなかったみたい。そこにあったお寿司はサーモンやアボカド、カリフォルニアロールみたいな巻き寿司だったわ。なんだ、結局アメリカと変わらないのね。お寿司ってバリエーションが少ないのね。だからフランスではこんな風にアレンジされてるんだわ。見た目は綺麗で美味しいかもしれないけど、絶賛するほどではないわよね。なんで日本の寿司はこんなに海外で広がっているのか疑問でしかないわね。
アメリカに戻ってしばらくして、マークとテレビを見ていると、日本の寿司が紹介されていたの。テレビでは、職人のこだわりが隅々まで発揮されている。回転寿司ですら、美味しく食べてもらうための工夫がされている。なんて言われていたの。マークをちらっと見ると、案の定目を輝かせていた。ルーシー、次の旅行は日本に決まりだ。本場の寿司を食べに行こう。というわけ。ねえ、私はついていくしかないわよね。そうして私はマークと日本に旅行に来ることにしたのよ。日本について思ったことは、どこも清潔感があふれてるってこと。いろんな国を旅行したからわかるけど、うわ、こんなとこまで汚いと思うことはいっぱいあったのよ。トイレのゴミ箱とか階段とか、はたまた食事するはずのテーブルとかね。でも日本では、え、こんなところまで綺麗なの、これが普通なのって思うことが多すぎたわ。どこで食べる料理も美味しいし、これはお寿司も期待できるわねってマークと話してたのよ。入ったのはファミリーレストランみたいな雰囲気のお寿司屋さん。子供連れも多くて、席が一つずつ囲われているから、マナーをそこまで気にしなくていいでしょ。でもやっぱりその土地の料理を楽しむためには慣習通りにしたいと思って、お箸の練習をしてきたのよ。マークと豆をお皿の中で動かし合ったりするのはゲームみたいで楽しかったわ。席に着くとタッチパネルにお寿司の写真と値段が分かりやすく書いてあったの。これはいいわね。お寿司の名前って分かりにくいから、何を注文するのがいいのって思っていたんだけど、食べてみたいお寿司を写真で選べるもの。これとこれと、あ、これも。ちょっとマーク、いきなりそんなに頼んだらテーブルの上がいっぱいになっちゃうわよ。だっていっぱい食べたいじゃないか。もう。注文したお寿司は少し待っただけで、あっという間にレーンに乗って運ばれてくる。とっても便利なのね。感心しながらマークと一緒にテーブルに並べて、二人で日本流にいただきますと手を合わせる。マークは最初に中トロの炙りを食べていた。うん、とっても美味しいよ。口の中でとろける感じがする。フランスで食べたのと全然違うよ。ルーシー、食べてみてよ。あまりにもはしゃいだ声で言うので、そんなに？と思いながら、私は最初はアメリカでもよく見るサーモンを食べることに。上にはなぜか薄くスライスされた玉ねぎとマヨネーズが乗っている。これならどこで食べても同じよね。一口食べるとサーモンのお寿司。でも待って、全然生臭くない？ん？と考えながらもぐもぐしていると、またもっと日本らしいものを食べなよとマークが違うお寿司を勧めてくる。お皿の上には青く光る銀色の魚の上に黄色いわさびみたいなものと細く切られたネギが乗っかっている。これはサバっていう魚なんだって。へえと言いながら一口食べると、サーモンでもマグロでもない不思議な味がした。プリッとしていないのに油が乗っている感じで、でも生っぽくなくて、ああ、もうなんて言えばいいかわからないわ。日本の寿司がこんなにリーズナブルで美味しいなんて。味わっていると、反対側の席に座っている日本人の家族連れから賑やかな声が聞こえたの。椅子に座った5歳くらいの女の子が母親らしき女性を前にして、納豆と催促している。納豆、納豆、納豆って言いたいのかしら。有名な日本食の一つよね、確か。茶色くてネバネバしてる豆が乗っているお寿司。これかしら。タッチパネルの画面を見て、握りのお米の部分が海苔で巻かれていて、上に納豆がこんもり乗っているお寿司を見つけた。マークはすかさず私に、もちろん僕は納豆にも挑戦する。注文して。
はいはい、と納豆の寿司を一つ注文する。納豆と同じように海苔の巻かれたお寿司のページには、他にもハンバーグやコーン、なんと唐揚げが乗ったものまであったわ。お寿司って実はこんなにも幅広いのね。日本は本場だし、これが普通なのかしら。フランスでイチゴのクレープお寿司があったくらいだもの、おかしくはない？日本という国の謎が深まってしまいそうね。ルーシー、この中トロすごくおいしいよ。食べてみて。いつの間にかマークがすごい勢いでお寿司を食べている。どれどれ？とお皿を受け取り、お寿司にお醤油をかけて食べようとする。お箸が難しいのよね。でも早く食べたすぎて、私はさっきよりも素早くお箸を動かそうとしたの。あ！お寿司はお箸を離れてお皿にドテン。せっかく綺麗なお寿司だったのに、ネタの魚と握りのお米がバラバラになっちゃったわ。やってしまった。そう思ってたら、マークが私に大丈夫だよと生温かい目で笑っている。ルーシー、寿司はね、手で食べてもいいんだよ。本当？そんなことして行儀の悪い外国人だなんて思われないかしら。私は不安だった。にわかファン的な扱いを受けるんじゃないかと。安心して、日本人は文化を受け入れようとしている人たちに寛大だと思うんだ。もともと手で食べるのが普通と言われているんだから大丈夫だよ。本当に？お店の中を見渡すと、ほとんどの人がお箸だけど、でも考えてみたら手で握っているものね。さっきのお寿司はマークが、これは僕が食べるよと手に取り口に運んでくれていた。行儀がいいっていう日本人のイメージからは、とてもそれが正しいマナーだなんて思えなかったけど、手で食べている日本人もいるからほっと安堵する。それなら、とマークの言葉を信じてパクッと手でお寿司を口に入れる。お醤油を程よくつけられたからかしら、ちょうどいい味。おいしい！マークも同じように口をもぐもぐしながら、うんうんとうなずく。いろんなお寿司を食べたわ。イクラがつながっているすじこっていうのが乗ったお寿司でしょ。サンマっていう魚を炙った炙りサンマ。今まさに炙ってきたっていうくらいの温かみと香りがすごく良かったわ。フランチャイズでこの美味しさってどういうこと？でもやっぱり納豆は食べられなかったの。マークはこれを食べてこそ日本という感じで最初は食べていたけど、他のお寿司と違っておかわりはしてなかったわ。やっぱり小さい頃から食べ慣れていないからなのかしらね。気づけばテーブルの上には山のようにお皿が積み上がっていたわ。うわー、これはちょっと食べ過ぎちゃったんじゃない？お腹がいっぱいすぎて動けない。マークはテーブルに突っ伏していたわ。私も食べたけど、マークは食べ過ぎね。温かいお茶を飲んで一息ついた後、私たちはお店を出たの。今まで食べていたお寿司はお寿司じゃなかったんだって改めて思ったわ。新鮮な生魚の美味しさをこんなにも手軽に食べられる日本人を羨ましいって思っちゃった。アメリカに戻ってから寿司を食べに行こうって友達に誘われても、これからはいけそうもないわね。だって本場の日本とどうしても比べちゃうから。あー、どうしてくれるのかしら。またマークと一緒に日本に来なくちゃいけなくなっちゃったじゃない。日本の寿司と海外の寿司にここまで違いがあるなんて。私が食べているのは寿司なのかなって自信がなくなっちゃうわね。伝統料理はやっぱり本場で食べないといけないな。寿司は意外に海外で独自のアレンジをされているんだね。でも僕は日本の寿司が食べたいな。二人はすっかり
日本の寿司の虜になったようですね。日本で高級寿司店以外で食べるお寿司といえば回転寿司がメジャーですが、最近はコロナウイルス対策か食品ロス削減のためか、注文した寿司がレーンで運ばれてくるスタイルの回転寿司チェーンも増えているようです。回っているお寿司が他の人に先に取られてしまうという誰もが体験するモヤモヤ感がなくなったのは喜ばしいですね。安全にリーズナブルに食べられるお寿司屋さんは日本、海外でもどんどん増えてほしいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。